最近怖い話が好きになってきたっていうのはですね、別にオカルト体験が別に個人的にあってそれで考え方が変わったわけじゃなくてですね、オカルト体験は多分何度かあるはあったと思うんですけども、まあ、全然興味がですねなかったんですね。例えば今の家に引っ越したのはですね4年前なんですけども、その前は同じ吉祥寺の井の頭公園のまあ近くのですね一軒家を借りて暮らしてたんですよね。で借りたのが1995年だからもう本当に25年前ですねの春でですね、広さや場所に比べたらやたらですね安くて家賃がかなり安い物件だったんです。でいやここ気に入りました、契約しますっていうふうに不動産屋に言うと、その物件の内見の時に行ったんですけども、不動産屋さんがですね、じゃあちょっと店まで来てくださいというふうに言われて、で不動産屋まで行くとですね、奥のですね応接室に案内されてお茶出されて、でもう契約するのかなと思ったらですね、支店長が出てきて実はって話が始まったんですよね。でうちは実は曰くがありまして、井の頭公園の事件知ってますよねって言われて、いや事件って言われてもよく分かんなから、いや何ですかって言うと、バラバラのっていうふうに言われて、ああと新聞やニュースでを見ない僕でも知ってたんですけども、井の頭公園バラバラ殺人事件っていうのがあってですね、まあ平成のですね最大の残酷な事件でですね、いまだ犯人も見つかってないし動機もわからないまま未解決のですね迷宮入りをした事件なんですけども、僕がですねその家を借りる1年前1994年だの4月23日の朝にですね、井の頭公園のですねゴミ箱からですね、ポリ袋に入ったまあ変な物体が出てきたんですね。でゴミ袋を開けるとその中から人間の足首が出てきたと。で、周り一帯を慌てて捜査員が捜索すると合計で27個バラバラになったですね人体のパーツが出てきたんですよね。まあ手足とかですね胴体が出てきたんですけども、でそのゴミ袋もですね魚を捕る漁師さんのが網とかで使う特殊な結び方をしていてですね、で匂いが出ないようなこの縛り方になってたんですね。で胴体のまあまあ遺体のね手足の指紋がもうすごい丁寧に削られてたのでですね、 DNA 鑑定で被害者は近くに住む一級建築士の35歳の男性と分かったと。で男性は妻と子供とあと母親と一緒に、暮らしていて、建築士でですね自分が設計して建てた家に住んでたんですね。でその被害者の家が僕が借りた家だったんですよ。でただですね、僕はその幽霊っていうのをですね全く信じてないのでですね気にせずに、まあ、安いから借りたんですね。不動産屋さんはまあ告知義務があるんですけど、不動産屋もほっとしてもうすごい喜んでくれて、何でもそうこういう物件は事故物件と呼ぶらしいんですけども、最初に借りる人には告知しなきゃいけないらしいんですね。でも一人でも借り手がついてその人が退去したら次の借り手にはもう言わなくてもいいっていう、まあ、そういう申し合わせがあるみたいです。で、まあそれでもですねちょっと気持ち悪いんでですね、入居の前にですね1階に住んでるおばあちゃんに挨拶に行ったんですよ。っていうのは一軒家って言っても僕3階建てで、僕が借りたのが2階と3階なんですね。別外階段になってて2階に上がれるようになってて、で1階にはですね大家さんのおばあちゃん、つまり被害者の方のその母親が住んでたんですよ。でまあ一応ちょっと気を使って東急百貨店で、まあ、ちょっと高級めのゼリーのパック借りてですね買ってですね、でお線香だけあげさせてくださいって言うと、おばあちゃんはまあ奥にあるめちゃくちゃ大きい仏壇に案内してくれたんですね。でその1階で人の気配おばあちゃん以外いないんですよ。でどうも奥さんや子供さんはもうすでに実家に引っ越されてですね、おばあちゃんは一人で息子さんの住んでた設計したその家に住んでるらしいですね。で仏壇の写真にはすごい普通のもうどこにでもいそうな男性が写ってて、僕もその写真覚えてないんですよね。でお線香いただいて1本つけて、まあ、一応それが燃え尽きるまで手を合わせて拝んでたんですよね。でまあ拝む時の内容はお化けとして出るんだったらどうぞ1階に出てくださいと、2階には他人の僕が住んでいて、あなたのお母さんに毎月毎月
あのお金払ってそのおかげであなたのお母さん生きていけるんですよと、もう恩に着せるつもりはないんですけども、だから僕がびっくりして逃げたらあなたも困るでしょと、で1階にはあなたのお母さんが住んでますから何か言いたいことがあったらぜひ1階に化けて出てくださいという、マジでそういうふうなことをですね考えながらですね、何度も何度も唱えてですね、でその場を立ち去って、以後その家のですねその1階には立ち入ったことがないんです。で結局そこの家には1995年から2015年までの20年以上ですね、21年ぐらいかな、住んでたんですけども、当時はですね何も怪奇現象なんか起こってないと、やっぱりねオカルトは嘘だなというふうに思ってたんですよ。でも別に脅かすつもりないんですけども、でも今考えるとですねちょっとだけ変なんですよ。例えば家鳴りが激しいんですよね。家がしょっちゅうギシギシ言うんですよ。でもこれは新築の家は割と家鳴り激しいっていうのは、いろいろ木材とかですね、結構いい家だから木材とか豊富に使ってるんで、それが乾燥する周期とかがあるんでしょうね。だからこうギシギシキシキシになるんですけども、まあこれ新築の家ならあるし、あとまあ井の頭公園の踏切も近くて電車通ると家が揺れるから、まあそれで家鳴りするんだろうなと思ったんですね。で2つ目がですね、天井裏とか屋根裏からですねやたら音がするんですよ。でこれね、そんなお化けっぽい音じゃないんですよ。もっと乱暴なドタンバタンドタンバタンドタンバタンっていう怖さも何もない音で、多分ね井の頭公園が近いから、天とかタヌキとかそういう小動物が住んでたんだと思うんですよね。ネズミのサイズじゃ絶対ないんです。僕ネズミ住んでる家に住んでたこともあるんですけども、ネズミの歩き方じゃないんですよね。であと3つ目で、なぜか、リビングのねちょうど真ん中辺の壁と天井に裂け目が入ってるんですよね。で一番最初入居した時は気がつかなかったんですけども、どうも入居した時からうっすら裂け目があったんですけども、それがですね15年ぐらいかけてメキ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 広がってくるんですよ。つまり僕の住んでた家はなんかねゆっくりとリビングが2つに裂けていってるんですよね。でこれはもう未だに原因不明で何のこっちゃかよく分かんないんですけども、ただまあ以上ですね、日本でも多分有数の事故物件ですね。週刊文芸春秋とか取材に来ましたから、事故物件20年以上住んでたんですけど、結果的に別に何も起こらなかったんですよ。今コメントで設計見せて書いてあったんですけど、まあ、一級設計士の人が自分用に作った家だから材料もそれなりに吟味してるんで、あんまり設計ミスではないと思うんですけどね。であとはまあ3階で寝てる時に2階から物音するとか、例の裂け目が年々大きくなってきて嫌な感じするとか、天井裏に住んでるその小動物がやたら走り回ることもあるんですけども、まあそういうことはですねどこの家でもあることっていうふうに解釈してたんですよ。今考えると家が裂けるっていうのはあんまりどこの家でもないんですけども、でひょっとしたらこういう僕のそのいや別に関係ないんじゃないの、いいんじゃないのと思ってる態度が怪奇現象みたいなものがあっても気がつかせないのかもなと思いました。でその僕の態度に問題があったのかなと思うのは、去年の6月ロンドンに行った時の話なんですけども、ロンドンでですねザ・ランガムっていうランガムホテルというところに泊まったんですね。これランガムホテルです。で、これレディー・ガガがロンドンに行った時にも絶対泊まると言われている超一流ホテルなんですけども、世界で一番有名な幽霊ホテルなんですよ。でこのホテルのですね333号室、3階の333号室には幽霊が出るというのでもう結構有名なんですけど、目撃されているのは小さな女の子とかですね、あとドイツ陸軍の兵隊というですね、そういうのがこう出てくるそうです。で3階でエレベーター降りたらですね、目の前にまっすぐのこう廊下が走ってるんですね。でこの廊下の一番端っこの方に333号室があるんですけども、もうなんかねこの廊下がね嫌な雰囲気なんですよ正直。廊下の絨毯の模様がねなんかこの幾何学模様なんですけども、見てるとだんだん目がちらついて、まあ幾何学模様だから目がちらつくのは当たり前なんですけども、なんかね嫌な気配とかね嫌な気分になるんですよね、不思議なことに。で333号室に行ったら、別にこれも333って書いてるだけで
ドアも、まあ、いわゆるキーをあのカード型キーを差し込むいわゆる新型のタイプだからなんということもないんですけども、ただもうそんなことを気にしないはずなのに早く帰りたいなっていうかですね、嫌な感じの気がするんですよね。で廊下を一周してエレベーターホールにあの反対側から近づいた時に、来た時になんか気づかなかったなんかエレベーターホールにでっかい絵があったんですよね。その絵のことを反対側から回ったからですね、全然気がつかなかったんですよ。でエレベーターホールにあったでっかい絵っていうのがですね、これでなんかねちょっとこれ怖いと思いますね。あのね、わざとというかですね、やりやがったなっていうか寄せてきたなっていう感じで、この位置の茶色いシミも込みでですね、なんか嫌なんですよね。で、これ見た時はさすがにですね、あのはっきり怖かったんですよ。で、まあ、気持ち悪く怖くて、でそれであ怖いと思った瞬間に初めてさっきその廊下とかですね333号室のドアの前で感じてた感覚が理解できて、僕嫌な気配と思ってたのはあの怖い感覚だったんですね。で絵を見て、あ俺怖かったんだって初めて分かったんですけども、まあ理由はないんですよ。あの単にあの有名な幽霊ホテルだからと知ってるから勝手に僕が心理的に怖がってるだけだと思うんですけども、でもそういう知識とかですね、理性的な考えは実際にその場で感じる怖さっていうかですね、その生命の危機を感じる怖さからもう全然打ち消すことができないんですね。でとりあえずこの写真だけ撮ってですね、自分の人影がここに写ってて余計に嫌なんですけど、この嫌な絵の写真を撮って3階からエレベーターに逃げ出しました。でさてこの嫌な感じがしたというだけの僕はですね、心霊現象をですね体験したのか、それとも単なるやっぱこれはあの弱気になってですね、あのなんだろうな、気のせいなんだろうか。でもし僕があの5年前まで住んでいたあの井の頭公園近くの家に戻って、じゃあもう家賃安いんだからもう一回住めっていうふうに言われたら、あの頃のようにですね、あの柳とかですね、天井のドタンバタンとかですね、リビングがだんだん裂けていく変な家に平気で住めるかどうかですね、実はちょっと自信ないんですよ。で皆さんはどう考えるのかと思ってちょっとアンケートを用意しました。岡田斗司夫が自宅やランガムで体験したのはですね、何なんだろうかと、アンケートお願いします。はい、ランガムで体験したのは1、心霊現象、2、気のせいですね。これちょっとあの聞いてみたいと思います。まあ適当にこれもパッパと答えていただければ。はい、あ新宿がすごく居心地悪くて、そういう人もいるわけですね。負のプラセボ効果、まあそれもありそうだよな。はい、じゃあ結果出してください。はい、あ気のせい 78%、 80% ですね。心霊現象 20%。 そうなんですよ。特にこれといった証拠も変な現象も起こってない。さっきみたいに数珠が目の前で弾け飛ぶみたいなことは何にも起こってないんですけども、嫌な気持ちになってしまうっていうことがあるんですけども、でこれに関してですね、あのオカルトを信じるかどうかというアンケートでですね、明治大学のですね情報コミュニケーション学部の石川雅人教授はこの本の中でですね不思議な実験しています。まずあの明治大学の学生を相手にしてですね、超常現象に否定的か肯定的かっていうふうにアンケートを取るわけですね。そうすると答えがきれいに2つに分かれて、否定的 40%、 肯定的 40%、 ちょうど半々になるわけですね。残りまあ 20% は分からないとか他の回答だと思います。ちょうど 40% ずつ肯定的否定的で、しかし次にですね、じゃああなたではなく一般多数の意見はどうだと思うかっていうふうに聞くとですね、いきなりあの否定的が 80% に上昇するんですよ。で肯定は 10% に落ち込むと、否定的が72、急上昇して、自分以外の他の人はどう考えていると思うかというと、みんな否定的だと思って、肯定的な人は 10% 落ち込む。でどういう意味かというと、自分は信じてるんだけども人前では信じてないふりをするということなんですね。でその理由は、幽霊を見たとかそういう話を信じるとかそういう体験をしたっていうのは個人的な体験であって、その体験を否定されるとまるで自分自身が否定されたような気がするので、身構える癖がついてると。だから人間はこのオカルト的なこと、超常的な体験をするときに、自分自身の本心とは違って人前で話すときは否定的に話すっていうのが、この明治大学のアンケートで分かったことです。
じゃあですね、もうちょっと詰めた話をしていきましょう。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。